Hello, welcome to Cure Disease Curi Channel. My name is Junko Shiozawa and she is my daughter Curi. Curi has a very serious disease called DRPLA. It causes the brain to atrophy. Inherited, no cure, progressing disease. This channel's goal is to find a cure for many diseases. And I want to share Challenger's life. It's a great goal. I have a news. I will go to Japan. I think I will be on the plane when this video is uploaded. Again, I have not prepared anything to say, so I will speak in Japanese from here on. 私は日本に行ってきます。遊びじゃないです。国の病気 DRPLA の治療法を一日でも早く見つけるために、私にできること少しずつですがやってます。そのために行きます。日本ではいくつかのことをします。例えば日本神経学会学術大会という大会ですねに出席します。そしてできるだけ多くの、お医者さんたちに会って、この私たちの活動を知ってもらいたいと思っています。それからある看護学校に行って講義もします。患者家族の気持ち、そしてこの DRPLA を知ってもらいたいと思ってます。そして3つ目です。私は5月の後半に、日本の厚生労働省で私が今、活動しているCure DRPLA のボードメンバーとして記者会見をしに行きます。内容はいつもお話ししているように、DRPLA の患者登録の募集です。また少しご紹介させてもらいます。この DRPLA という病気は本当に患者数が少ないんですね。世界でも1000人から2000人と言われています。ですからまだわからないことがたくさんあります。私が活動している Cure DRPLA という団体は、この DRPLA の治療法に特化した団体です。そして今私たちが一番フォーカスしていることは、患者登録です。まだこの病気にはわからないことがたくさんあります。たくさんデータを集めて、その情報を研究者やそれから製薬会社の人たちに利用してもらえればと思っています。また、治療法の候補薬ができた時にすぐに治験ができるように、そういう意味でも患者登録が必要になってきます。今患者登録の第一目標は100人なんですけれども、世界中で23人しかまだ集まってません。そこで私は、日本に行ってきます。なぜ日本に行くことが必要かというと、この DRPLA の患者の大部分が、日本人だと言われてるんですね。ですからまずは日本の人たちにこの DRPLA という病気を知ってもらい、またCure DRPLA の活動をしてもらうために日本に行きます。どうか日本の皆さん、もしネットでこの患者登録の話題が出てた時にはシェアしてください。また他の国に住んでいる方々も、英語でも私はできるだけ紹介していきたいと思いますので、どうか周りの人にも伝えていただければと思っています。夫の千秋さんが亡くなってからもうすぐ5年になります。千秋さんはいつも自分の命をクリにやりたい、クリにやりたいって言ってました。私はその目的が果たせたと
思っています。本当に信じられないような最後でした。でも彼はもう一つ、自分が亡くなることで私にもう俺の介護の分はいいから、その分国には治療法が間に合うように頑張ってくれって言ってくれてるような気がしてなりません。だから私一人の力は本当に微量なんですけど、でもコツコツと治療法が見つかるまで私は頑張っていきたいと思いますので、皆さんも協力してください。ダメですね、毎回毎回出しちゃいますね。でも頑張ってきます。振り頑張るからね。そう、 Never give up. Tomorrow will be a good day. Thank you very much for watching.